メンガ史跡墓は、スペインアンダルシア州マラガ県アンテケーラ近郊にある史跡簿。ビエラ史跡簿と合わせて、ヨーロッパの戦士時代を代表する巨石建造物であり、ヨーロッパ屈指の大きさを持つ巨石建造物である。メンガ史跡墓スペインにおける一面河史跡墓の内部建設されたのは、青銅器時代の紀元前3000年に遡る。埋葬地である、 面が施設墓の横幅は5メートル、高さは4メートルであり、奥行きは25メートルである。施設墓には32の巨石が用いられており、最大の巨石は重量が約180トンに達する。この施設墓は支配者階級の墓であるとされており、巨石の構築や中央部への通路が完成した後に、巨石構造は今日に見られるように土で覆われたとされている。 アンテケーラ近郊には他の巨石建造物も,も見られる。メンガ史赤墓はビエラ史赤母から70メートル離れた場所にあり、エルロメラル遺跡から4キロメートル離れた場所にある。メンガ史赤墓はビエラ史赤母やエルロメラル遺跡よりも早く発見されている。19世紀に史赤母が発掘された際、考古学者が史赤母内部で数百人分の人骨を発見した。 2016年にトルコのイスタンブールで開催された第40回世界遺産委員会では、メンガ史跡簿を含むアンテケーラ近郊の史跡簿遺跡群がアンテケーラのドルメン遺跡として世界遺産に登録された。ありがとうございます。